Wii U の話に移ります。はい。Wii の方でですね、日本で2作品発売された The Just Dance シリーズの、まあ、最新作がですね、Wii U で初めて、登場します。海外ではですね、まあ、Just Dance 4できたり、Just Dance 2014できたりと、まあ、なってだって海外でね、大ブレイクした作品ということもありますから、海外ではね、ボコボコ発売されてますけど、そうですね。日本は今回でようやく3作目ということになります。はい。まあ、まあ、基本的なことはね、変わりなく、まあ、当然、楽曲は、まあ、日本の人が、好む楽曲に全部、まあ、そう入れ替えしてるかどうかね、わかんないですけど、まあ、調整してると、いうことで。うん。まあ、変わりなく楽しんでいただける内容になっているそうです。はい。まあ、あとは、ダイレクトの中ではね、話がなかったですけど、かつて、ジャストダンス4がですね、E3 の時にアピールされた時は、なんか、Wii U ゲームパッドを使って、なんだったかな、指示をするだとか。モーション指示とか。なんかそういうのがあったような気がするんですよね。はい、まあ、おそらく今作にもそれは組み込まれているんじゃないかと思うので、まあ、Wii U ならではの新要素もですね、楽しんでいただきたいかなというふうに思います。はい。発売も言うても結構早いな、4月。うん、だそうなので。早いです。まあ、ね。ね。まあ、春休み終わっちゃってますけど、まあまあまあね。この春の暖かい時期にね、ダンスで汗を流すというのもありなんじゃないかと思います。はい。ちなみに、Wii U に関しましては、まあ、ダウンロード版がね、パッケージ版と一緒に発売されるのがほぼ当たり前となってきてますけど、Just Dance Wii U に関してはダウンロード版は販売はされないそうです。はい。まあ、ちょっとなんかあるみたいです。その、まあ、音楽ということがありますから、大方ね、某団体さんの、ね、なんかあるんでしょうね。きっと。まあ、そこら辺があるので、ちょっとダウンロード版がないということは、ご注意いただきたいと思います。はい。はい。続きまして、Wii U のダウンロード専用タイトルになりますけど、昨年末にですね、ファミコンリミックスという作品、ね、配信されました。まあ、ファミコンのリミックス、まあ、ファミコン作品の夢の共演ということでですね、発売された作品でしたけど、もうそれの第2弾が早速登場したということで、ファミコンリミックス2が、4月に、配信されることになりました。1の方が、まあ、スーパーマリオブラザーズ、あるいはドンキーコングといったファミコン初期に発売されたタイトルが、まあ、多かったかなと。いう印象でしたけど、まあ、今回はファミコン後期に発売されたタイトル、スーパーマリオブラザーズ3、リンクの冒険、まあ、あるいは、パルテナの鏡、メトロイドなどですね、がピックアップされているということで、またちょっとね、趣の違うコラボレーションが、まあ、見えたり、ね、ミッションが楽しめたりするんじゃないのかなというふうに思います。はい。はい。そして、まあ、今回のファミコンリミックス2の配信と同時に、前作の1と今作の2を一緒にしたパッケージ版も、発売されることになりました。はい。まあ、値段は、まあ、2つ足したぐらいの値段ですね。を約3000円ぐらいでの、はい、販売ということでですね。ね、ちょうどその、このファミコンリミックスの話題がそれっぽく出たときに、まあ、Wii スポーツクラブが似たような話を俺はしてたんですね。あの、この Wii スポーツクラブがパッケージ版でそのうち出てくれたらいいのになとか言ったら、したうん。したらこっちがパッケージ版になっちゃったよみたいな感じで、ちょっとびっくりしましたけど。やっぱりマリオカートまでの時期が空いてしまうので、どうしてもパッケージタイトルが一本でも欲しかったんだなっていうのが、なんか感じますね。あ、それは確かにありますね。まあ、やっぱりちょっと欲しくなりましたね。今持ってないので、うん、やっぱなんだろうな、まとめてあるとなんか欲しくなるんですよね。ああ、なるほど。そういうタイプなんですね。はい。まあ、でもね、これがね、店頭にポンって出てきて、
まあね、おじさんたちは心くすぐることでしょうということでね。これを、意外とそのパッケージとして出てきたときに、その、実は強い力を発揮する可能性があるんじゃないのかなっていうのは、こっそり思ってます。はい。まあ、そういう年齢層の人がね、果たして、こう、店頭に来てゲームをね、選んでくれてるかどうかっていうのは怪しいんですけど、うん、でも、前回のファミコンリミックス1の方ですね。1の方で、まあ、有野課長が、ね、ゲームセンター CX の有野課長が挑戦するっていう特別映像も流されましたけど、はい、まあ、あそこで、子供との対決とかがあって、で、言うてももう、今、小学生とか、中学生ぐらいの年齢の子っていうのは、もうこの頃の作品なんて、ほとんど知らんじゃないですか、絶対。知らないと思うんですよ。だけど、まあ当然ですけど、アギの課長は知ってると。でも、知ってる人と知らない人が一緒に楽しめるというのは、まあ、要するに、ただ懐かしいだけにとどまってない魅力があることの、それはですよね、まあ、何よりの証拠なのかなというふうには思うので、はい、なんか、こういう作品が意外とこう、ファミコンという作品、まあ、ファミコンに限らず古い作品がですね、次の世代、次の世代へとね、受け継がれていくきっかけの作品になったりするのかななんて思ったりします。結構、ニンテンドーはゲームボーイアドバンスの時代にも、ね、ファミコンミニシリーズとかを発売して、ファミコンのタイトルを復刻、ね、したり、まあ、今だったらもうバーチャルコンソールがありますけど、そういうので、まあ、まあ、悪く言えばね、ファミコンの遺産に、こうね、こうぶら下がってるとも言えますけど、まあでも、ね、まあ誰が何と言うとファミコンの存在は偉大なので。知ってほしいっていう気持ちもありますね。そうですよね。昔はこんなゲームがあったんだよ、あんなゲームがあったんだっていうのでね。さりげなくパンチアウトが入ってたりして、入ってたりするんですよね。入ってますね。なんか、すごいなんかタイミングいいなって思ったんですけど。ああ、確かに。まあ、偶然だと思いますけどね。はい、これを原作を知ってもらえたらいいなと思いますね。そうですね。本当に。まあ、なんかね、話によると、ファミコンリミックスはですね、作品が楽しかったら、その作品のバーチャルコンソール版、いわゆる製品版ですよね。はい、バーチャルコンソール版に移動できるらしいですね、そこから、はい。あるみたいですね。あそこまでやるか、この野郎、みたいな感じでしたけど、まあまあ、よくは考えてるなとは思いましたけどね。だから、やっぱりね、なんか、まあ、改めて思うのは、古い作品でも、やっぱ面白いもん、あいつ、遊んでも面白いってすごい思えるのは、やっぱすごいことだなと思うんでね。まあ、結構、ね、いろんな作品ね、昔面白かったのに、今やったら面白くないっていう作品も結構多いんですよ。なんだかんだで。そんな中でやっぱ数少ない、こう、時代を超えた面白さがある。で、それをね、受け継、ね、面白いものがあるで終わらせてしまったら、やっぱり、こう、徐々にこう、なんでしょうね、しぼんでいくというか、っていうのはあるんで、なんだかんだでこう、メーカー規模でね、こういうタイトルを出したりして、こう、繋いでってくれるっていうのは、まあ、結構大切なことなのかなというふうに思いました。単にね、過去の遺産をどうこうというだけにとどまらずね、この作品は少なくともそれにとどまってない作品だなと思いました。そうですよね。だってね、昔遊んだことがある人でもギミックスバージョンをプレイしたらびっくりすると思うんでね。ね、今回もだってリンクがね、ハンバーボロスを相手に戦ってて、その後ろから巨大なテレサが迫ってるっていうわけのわからないシチュエーションがあるわけですよ。なんかワクワクするわけですよ。こういうとこ見せられると。それはね、なんかこう、なんか、ある意味こう、ね、大人が子供に戻れて、ね、子供は子供で楽しめてみたいな。子供に戻れる作品なのかななんて思ったりします。まあ、なんでね、ファミコンリミックス2、あとパッケージで1と2のですね、セットも発売されますので、まあ、ね、ご存知のタイトルがある人、あるいはね、まあ知らない子供のためなんかにもですね、やっぱ買って一緒に遊んでみてほしいななんていうふうに思います。はい。続きまして、Wii U のバーチャルコンソールのお話になりますけど、バーチャルコンソールってさっきなんか言ったような気がしますけど、まああれとは無関係です。はい。まあ、だいぶ前からですね、ゲームボーイアドバンスの作品を Wii U のバーチャルコンソールで配信しますというね、
予定してますという話がございましたけど、この度正式に4月から続々ゲームボーイアドバンスのタイトルが配信されることがようやく決まりましたと、はい、いうことで、3DS のね、あのアンバサダープログラムで配信されたやつも結構入ってるなとは思いつつ、ついに来ましたって感じですね。そうですね。有名な、任天堂のタイトルばっかりかな、まず、ひとまずは。はい。スーパーマリオアドバンスでしたり、マリオ&ルージー RPG、黄金の太陽、ね、有名どころの作品がね、続々。ましてや、初代のマリオ&ルージー RPG が、ね、なんか、遊べるのはちょっと、私は遊んでみてほしいなと思いました。思いました。で、価格は一律で650円という価格になりました。はい、ゲームボーイカラーよりほんのちょびっと高いっていうレベルですね。でも安いですね。安いと思いました、私も。スーパーファミコンよりも安い。スーパーファミコンがだいたい800円から900円という相場になってますので、むしろゲームボーイカラーが高く感じますよ。こうなってくると。こういう言い方するのもね、あれですけど、650円。こう申し訳程度のアップみたいなね。はい、ここをあえて700円にしなかったあたりは、なんかこう、なんかあるんですかね。わかんないですけど。楽しんでもらいやすい価格だと思います。はい、もう私の視点からしたら、マリオ&ルイジー RPG が650円楽しめるって、そんなアホなんて話なんですね。いい意味でですよ、もちろん。はい、ですから、まあ、本当にね、こっそりと Wii U のね、新しいこう土台を築き上げていってほしいなというふうに思います。おそらく、みんなね、3DS でも出せ、3DS でも出せと言うでしょうけど、もう 3DS ではね、もうバンバスタタープログラムの時に出しませんって言っちゃったからには、はい、守るしかないので、だったらね、もう逆に Wii U の固有の魅力として、もう割り切ってゲームアドバンスをガンガン配信していただければね、Wii U を盛り立てるのに一役買ってくれるんじゃないかと思いますので、任天堂もちろんその他のメーカーさんも、どんどんじゃんじゃん、遠慮なく配信しちゃってください。はい。ね、ちょっと、なんだろう、Wii U やね、3DS になってからバーチャルコンソール、やっぱり Wii の頃と比べると若干寂しくはなっちゃったので。そうなんですよね。そろそろエンジンかけていきたいですね。はい。そして、Wii U の本体の話。ですね、3月。来月ですね。3月下旬にですね、Wii U すぐに遊べるスポーツプレミアムセットというものがもう発売されます。これはですね、Wii U のプレミアムセット、これ白しか発売されないんですけど、プレミアムセットに Wii スポーツクラブ、ダウンロード専用タイトルの Wii スポーツクラブが内蔵された形で販売されます。で、本来ダウンロード専用タイトルですけど、内蔵されてますから、改めて買っていただく必要はないということに、ね、なっております。おそらく3種目、収録されているということなんですけど、全部1000円で買ってますよという状態で、入っているということになるんでしょうね、きっと。で、価格が3万円なので、プレミアムセットとほぼ同じ。てか同じか。税別で3万円ですから。プレミアムセットと同じ価格で、リスポーツクラブがおまけでついてくるぐらいのね、形になってくるということで。結構ね、さっきの話にもちょっと出ちゃいましたけど、やっぱりそのダウンロード専用タイトルとして Wii スポーツの続編がね、提供されるっていうのがどうしても個人的には歯がゆくて、やっぱ露出してほしいんですよ。Wii の立役者だったこの作品の続編を、やっぱりもっと目に見えるところでどんどんやってほしいなという意味で、本体に内蔵するという形でね、今回露出するという意味では、いいんじゃないのかなというふうには思いました。ただし、まだ全種目配信されてるわけではないので、全種目配信されないうちから提供するのは、ちょっと早と切りすぎる気もしてて。苦渋の判断だったって感じですかね。そんな気はします。なんて言ったって3月下旬ってもう思いっきり決算直前ですからね。そうなんですよね。あれみたいな感じなんですよ。ですから、私としてはできれば待ってほしいですよね。もう2種目出るまで。でももう2種目出て、それをタダにしちゃったら5000円ぐらいお得みたいな話になってくるので、採算的に厳しい。でもダウンロード専用タイトルですもんね。
それはね、別に5種目あってもいいような気がするというか。だから、ちょっとそこのね、中途半端さが気になり、なったかなという、感じでした。あとですね、現在、発売中の Wii U すぐに遊べるファミリープレミアムセットですね。ニュースーパーマリオブラザーズで言うと、Wii スポーツ、違う、Wii パーティー U か。Wii パーティー U が、内蔵されたお得なパックは、こちらもうすぐ販売終了しちゃうということなので、おそらく、これからプレミア価格になっていくでしょうということでですね。ね、まあ、だから買えというつもりもないですが、ね、結構ね、やっぱり、確かにお得だったので、普通に買ったら4万何千、5千円ぐらいするようなセットなんでね。お得ですね。そうそうそう。まあ、なのでね、人間思い切りが肝心と言って買いに行くのか。いや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 、もっと冷静に物事を見ようと言って、まあ、Wii スポーツね、プレミアムセットを待つのか。ね、ご自身で判断してください、はい。いや、私もね、正直ちょっと迷ってるんですよ。私も言うてもね、そろそろね、欲しいなって言って、お金もね、ちょっとずつ食べてます。ちょっとずつ食べてます、ね。なのでね、そろそろどうしようかなと思ってる中で、こんな話を出しやがって、この野郎って感じなんですけど、まあまあ、まあ新しい本体セットが出ますんで、まあよろしければご検討くださいということで。はい。はい。結構時間がありますな。じゃあ最後に一つだけ。ですね。まあ、こちらもね、インターネットでは非常にこう、人気というか、注目されている方が多い、モノリスソフトさんのですね、ゼノシリーズ最新作、ゼノなんとかっていう名前じゃないかもしれませんけど、一応ゼノシリーズの最新作というふうに、まあ、ちょっと言わせてください。まあね、徐々に詳細が明らかになっていってる中でですね、今回、まあ、戦闘の、模様をですね、リアルタイムでノーカットで、お届けするというですね、まあ、映像が公開されました。で、まあ、私なんかは、まあ、ゼノブレード最近になってようやく遊び始めたんで、まあ、どういうバトルだったかはもう、よく覚えてるというか、そもそもクリアしなきゃなっていう感じなんですけど、まあ、基本的なバトルスタイルはゼノブレードを準拠してると。うん。まあ、そんなに変わってないと。うん。まあ、バトル状態になったら戦闘モードに切り替えて、まあ、近づいたら自動的に攻撃してくれると。で、まあ、仲間の、なんか、なんだっけな、きっかけがあったらね、真ん中に B ボタンが出て、こう、成功させたら、コミュニケーションが成立して、なんか、どうかなるみたいなね、話もあったりとか。うん。まあ、おおむねゼノブレイドのね、まあ、評判が良かったこの戦闘スタイルを引き継ぎつつ、まあ、今作の新要素として、まあ、各キャラクターがロボットを持ってるので、ロボットに乗って、ちっちゃな敵をボッコボコにしたり、あるいは、まあ、逆にね、巨大な敵に対してロボットで真正面から戦うこともできますけど、あえてロボットを置いてね、生身で戦ったりした方が、おそらく何か有利なことがあるんでしょうね、きっと。そういう利点もなんかあるだと思います。うん。なんかプチって潰されて終わりってなりそうな気もしますけど、うん。きっと、まあ、巨大なモンスターに、生身の、ロボットではなくてね、生身で戦うことのメリットもおそらくあるんだろうなというふうに思いますけどね。はい。そこら辺の戦略性が、まあ、どういう風になってるのかというのもですね、ちょっとまあ、チラ見程度でね、気にさせる程度で、ね、ユーザーの想像を膨らませる、ちょうどいいバランスの情報量だったのかななんて思ったりしましたけど。はい。で、ちなみにソヤさん、ゼノブレード遊んだことは？はい、一応まあ序盤だけは、まあ、ちょっと触ったぐらいはやったことありますね。まあ私もでもまだ今どれぐらいだろう、10時間ぐらいなんで、おそらくまだ序盤なんですよ。はい、しかも、そのくらいです。ああ、そうですか。私ね、めちゃくちゃ寄り道して来てるんですよ。まっすぐストーリー進めたいんだけど、あっち行ってみたい、こっち行ってみたいってなって。ちなみにちょっと触ってみて、その感触というか、感想というか、はどうでしたかね、なんか。まあ、そうですね。戦闘はまあ自由に動けるものの、基本はコマンド式っていう感じのスタイルが、まあ、日本人に合ってんのかなっていう感じはしました。うん。まあ、実際すぐ、まあ、
とつきやすかったし、うん、そのスタイルをまあ続編でも生かすっていう方向性はいいと思いましたね。そうですね。そうそう、コマンド戦闘でもあり、アクションでもありみたいな。こう、で、まあね、チュートリアル要素もしっかりしてるんで、まあ一つずつ要素が追加されていくみたいな。この未来を予知する仕組みみたいなのかもね、まあ、今回あるかどうかはわかんないですけど、まあ、ゼノブレードではね、その特徴的な要素として盛り込まれてましたし、まあ、私なんかは久々に、オープンワールドのね、作品を遊んだということもあったので、はい、戦闘も含めて結構面食らうところもあったんですけど、やっぱりなんかああいう作品って冒険心をくすぐるなと思ってて、で、しかも、ねえ、オープンワールドって言ったら大体海外のゲームじゃないですか。はい。うん。だから、ファンタジーの世界でオープンワールドってよくよく考えたら、すげえ嬉しいなって思うんですよ、なんか。ねえ、まあ、オンラインゲームでもあるっちゃあるけど、なんか、オンラインゲームって別になんか冒険心をくすぐるというよりは、やっぱりなんかちょっと、システマチックというか。はい、やっぱね、オンライン前提って話もありますから、そこをどうしてもこう重点的に取り上げたシステムになってしまうというかね、そういうのがどうしてもあるので、なんかこう、ゼノブレードみたいに一人で本当にじっくり楽しんでいただきたいみたいな、こう、おおらかとした、こう、広大さみたいなのは、やっぱこれは普通のオンラインゲームにはない魅力だなと思ってて、で、結果的に寄り道ついついしちゃう。何にもね、ないであろうところに行っても、何かこう場所を発見したら、ボーナス経験値がもらえたりするじゃないですか。ああいうのがあったりもしますから、やることなすこと無駄にはならないですし。で、歩いてたらレベル76とか言って、勝てるわけねえだろみたいなんで逃げたりとか。そういうところいいですね。突然の強い敵がいたり、まあ、地形によっては敵が群れていたりとか、そういうこと。たりして、はい、まあ、そういう部分がなんか世界が生きてるっていう感覚がとてもして、もうそこがすごく好きだったんですね。まあ、そういう部分とかも引き継いでほしいなって思いました。はい、いいですね、世界が生きてる。はい、そうですね、そのなんて言うんだろう、グラフィックのね、そのデザインだけ見たらそんなに攻撃高いわけじゃないけど、全然それがしょぼいって感じないというか、はい、やっぱそういう部分を大事にしてるからこそ、なんかいいんだなって思うんですよね。結構だから私なんかその Wii でこれだけのレベルのオープンワールドが遊べるなんて正直思ってなかったので、まあ、でしかもゼノブレードそんなに情報を知ってたわけじゃないんですよ、遊ぶ前。結構やっぱびっくりしましたね、やっぱり。そうですね、突然手渡してプレイしたらやっぱ大抵の人は驚くと思います。だからもう本当にね、もうまだ私序盤でしかないですけど、こりゃ、ね、喜ばれるわと思って。やっぱりすごいところって、まあ、日本だけじゃなくて、海外でもね、評価されたっていうのがやっぱ非常に大きくて。はい。私もこの、ライトユーザー向けのゲームはまだしも、コアユーザー向けのゲームって、非常にこう、ターゲット層がはっきりしてるもんですから、日本で受け入れられるけど、海外ではダメとか、海外で受け入れられる日本ではそうでもないとかっていうケースが、まあ、絶対的に多い中で、日本でも海外でもこれだけこう盛り上がって、ね、海外では早くこっちで出せ、こっちで出せってずっと言われてたじゃないですか。ね。で、だいぶ経ってからようやくね、北米でも発売されて、やったーみたいになってて。まあ、遅く発売された割には売れた方だなと思いました。ね、だってもう待ちきれない人はきっと日本語版買ってますからね。だから、ああいうのを見てるとね、まだまだ日本捨てたもんじゃないよねって本当に思えた。はい。思えたって言いながら私はね、ようやく最近になって遊んでるわけですけど、まあまあ、それはそれ、これはこれということで。まあまあ、何しましてもね、そういう本当に私自身もゼノブレードを最近になって遊んでみて、その、なんだろう、ね、周りの人がすごいすごいって、本当にって言ったら、本当にすごかったっていうのを、もうまざまざと実感してますし、まあ、そのね、まあ、遺伝子を受け継ぐ、まあ、続編か、まあ、新作か分かんないですけど、続編がね、出るとなると、まあ、Wii U にとってね、こういう作品ってね、2作目が花開くともよく言いますから、はい、Wii U にとってね、非常に大きな存在感を示すタイトルの一つに、なってくれたらいいなというふうに、まあ、本当に切に願います。
なのでね、まあ、じっくり仕上げてほしいですかね。まあ、うちの今年中に発売となってますけど、ちょっとまだ作れないと2015年になってもいいんで、いいんででもよくないですけど、よくないですけど、年中短パイ出されるぐらいなら2015年になってもいいので、本当に、やっぱキラータイトルとして仕上げてほしいですね。うん、満足のいく存在として。ね、こう、2作目でこう、さっきね、花開くことが多いって言いましたけど、花開くだけ花開いて実際面白くなかったら3作目以降に響くので、うん、3作目以降というか、まあその会社の今後の作品にも響くので、はい、やっぱり2作目ってすごく大事だと思ってるんです。大事ですね。うん、だからこそ、もう1作目以上に、もう、まあ本気でやってるでしょうけど、ね、本気でやってる以上に本気でみたいな感じでね、取り組んでいただければ、我々としてはね、もう期待してますんで。はい。まあ、ね、発売の時を、まだかまだかとね、待ち焦がれて、待ち焦がれましょうということでね。はい。まあ、とりあえず私たちは、早くクリアを待つしなければっていう感じですね。本当ですね。寄り道してる場合じゃないですね。ゼノブレードでも寄り道してるし、他のゲームを遊んでるという意味でも寄り道してるので、はい、寄り道だらけなんですよ。ちょっとね、そろそろもう一回世界を救いにっていう、あれじゃなかったかもしれないですけど、ね、戻らないといけないなと思います。はい。はい。という感じでですね、ざっくりの終わりにはやっぱり結構ボリューム満点になってしまいましたけど、2014年2月14日に公開された任天堂ダイレクトについて、ちょっと、ね、ピックアップをしてまいりました。はい。まとめ的な話を、まあ、最後にするわけですけど、今回の、まあ、ダイレクトで、まあ、まあ、全体的な感想でもいいんですけど、印象的なお話とかっていうのは、どういうのがありましたかね。そうですね。まあ、どれも、まあ、インパクトはないんですけど、うん、でもどれもそれなりの、なんか、それぞれ良さがあったなっていう感じでした。うん。まあ、ね、本来の任天堂ダイレクトの目的である、ね、ユーザーに直接伝えるというね、はい、役目は、まあ、果たせた。うん、果たせたと。うん、あと、Wii U が5月のマリオカートまで、まあ、白紙の状態だったので、うん、まあ、その、まあ、間にジャストダンス Wii U であったり、うん、まあ、リミックス2や1-2であったりとか、はい、まあ、それをユーザーに提示できたっていう意味では、まあ、今回のダイレクト意義あったなと思いました。うん。確かに。そうですね。まあ、4月あたりはね、ちょっとこう、ゲーム業界的にもちょっとね、落ち着いてしまう時期なので、はい、うん。ね、油断してたら、去年みたいに4月も何月もね、タイトルないみたいな話に、ね、なりかねなかったですけど、まあ、なんだかんだで任天堂がちゃんとタイトルを用意してくださっていたと、いうことで、ね。あとはサードパーティーなんですよね。もうそればっかりしか言ってないですけどね、俺も。だから、ちょっとね、それが果たしてこう、いつこう、サードパーティーがね、各サードパーティーが重い腰を上げてくれるのか、あるいは重い腰を上げることなく結局他のデバイスにね、提供し続けるのかとか、やっぱりね、今年1年が踏ん張りどころだなというのは本当に改めて思いますね。で、まあ 3DS はね、3DS で、まあ言うても、まああんまり心配してないですけど、正直言って。どうせいろいろあるんだろうと思って。3月もね、特にもうマリオパーティーがゲームセンター CX できたりとか、ね、すでにありますし、4月以降もいろいろ停止できて、マリオゴルフの発売も決まったりしましたんで、はい、まあ、こちらはまあ、どうでもなるんだろうなとか、すごい気楽な感じで思ってますけどね。3DS はどちらかというと、やっぱり海外がうまくいってないのでね。あ、そうですね。海外は海外でちょっと頑張っていただきたいなというふうに思いますけどね。まあそんなわけでね、まあ、任天堂ダイレクト今年一発目ということで、まあ、いろいろね、春、夏あたりのお話をですね、中心に、いろんなタイトルが発表されましたということで、はい、まあね、お聞きの皆さんは、とりあえずまずスティールダイバーを、ね、サクッとダウンロードできちゃいますんでね、遊んでみていただきたいと思いつつ、まあね、これから、まあ、2014年、それこそね、まあ今回は任天堂ダイレクトの話でしたけど、それこそもうすぐプレイステーション4もあったりしますし、まあまあ、ゲーム業界がね、
まあ2014年もいよいよ盛り上がりを見せてくる頃になると思いますので、はい、楽しんでいきましょうね。はいはい、ということで、ちょっと長々とね、お付き合いいただきました宗谷さん、本日はどうもありがとうございました。 ありがとうございました。